北海道のほぼ中央に位置する鷹栖町。実りの秋を迎えたこの町に本州から移住して5年、新規就農で米農家になった平林優さんです。平林さんは今年大きなチャレンジを始めました。おにぎり屋さんをオープンしました。はい、9月2日に札幌でオープンしました。はい、米農家平林優さんが北の大地で描く夢に密着しました。稲刈りの時期、平林さんの朝は精米作業から始まります。そこからは息つく暇もないほど作業の連続。嬉しいですね。子供と一緒なんですよね、やっぱりね。種からね、苗を作って、それを田植えして、お水の管理を毎朝毎晩、面濃くてしょうがないですよね。この日は平林さんの3人の子供たちも作業場でお手伝い。今や平林家の貴重な戦力です。玄米を作ってるんですよね。わあ、すごい。玄米ね、綺麗ですよね、新米の。ね。東京出身の平林さん、5年前まで名古屋で大手製薬会社の営業マンとして活躍していました。年収は1000万円を超え、仕事にもやりがいを感じていたといいます。なぜお米農家さんになりたかったのかなっていうのが一番の疑問で伺いたかったんです。薬って作れないんですよね、自分ではね、作れないんですよね。なので何かを自分で作って、その自分の作ったものを販売して、その結果として人に喜んでもらいたいなと思って。ゆめぴりかが大好きだったんですよね。あ、美味しいですよね。で、好きなものを作りたいですよね。お米なのかな、と、まあ、それで選びました。ちょうどその頃、新規就農の米農家を募集していた鷹栖町に移住することを決意。それを聞いた妻の純子さんは、何言っちゃってんのですよ一時的な気の迷いかなと思ったんですけど、でもなんか結局2年ぐらいずっと言い続けたんですよね、農家になりたいっていう話をしてて。反対する純子さんを説得するため、平林さんの打った秘策がこれですね。収納計画、こんなんです。最初こうやって私を上げておいて、私をまず持ち上げて私に向かって一個一個こうプレゼンを最後質疑応答まで平林さんは農家になってからの収入や展望、そして子どもたちが通う学校の情報など、鷹栖町についての詳しいデータを示して純子さんを説得しました。米農家としてゼロからのスタート、縁もゆかりもなかった鷹栖町で平林さんを支えた人がいます。青もうちょっと抜いた方がいいんじゃないか。青抜いた方がいい。いや、検査出すんだからどうぞ。で、ピリカ出したんだけど。平林さんの米作りの師匠、由良春一さんです。お二人は国が支援する農業経営の第三者継承という制度を通じて出会いました。平林さんは由良さんから米作りの技術や経営のノウハウ、田んぼや機械を受け継いで米農家として独立しました。家族だと思ってやってるだけだよ。家族だと思ってやってるんだ。
跡取りだからうちの。なあ。なるほど。うちの跡取りだ。米農家になって5年。平林さんは家族や仲間、お世話になった全ての人たちのために米の高須町を全国に売り出すという壮大な夢への第一歩を踏み出しました。おにぎり屋さんをやろうと。で、おにぎり屋さんをやりたいやりたいやりたいっていろんな人に、去年の暮れぐらいからいろんな人にプレゼンして、100人200人ぐらいにいましたかね。その思いが通じて今年9月札幌におにぎり屋さんをオープン。店で使う米は全て平林さんが作ったゆめぴりか。人気のメニューは大きなおにぎり2つと6種類の具材がついた500円のランチプレートです。なんかお米も柔らかくて、粒は大きく、すごく大きくて美味しかったです高須は旭川の隣、インターマルの町というイメージしかありませんでしたけど、こんなに美味しいお米があるんだったらちょっとイメージが変わりました店舗を運営する藤原社長は平林さんの熱意が欠かせなかったといいます。高須町のお米とか高須町ってものに熱い思いがあったので、そもそも僕高須町出身なので、そこがマッチした感じですね。平林さんがいなかったら多分成立してないですね。高須町に来てからの5年で仲間の輪はぐんぐんに広がり、平林さんの夢はさらに膨らみます。高須町をお米の牛高須町として全国の認知度を上げる。米の高須町を全国に。大きな夢に向かって平林さんはこれからも前進を続けます。